クラーネンブルクは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のシュターデ軍に属す町村である。この町は、クラーネンブルク集落及びブロベルゲン集落からなり、ザムトゲマインでオルデンドルフを構成する自治体の一つである。両集落は共に、オステ川右岸に位置するが、コランダーヘイフェンと呼ばれる地区だけは、オステ川の左岸にある。クラーネンブルクは、 地域再編の一環として1972年7月1日に、旧町村のクラーネンブルクと、ブロベルゲンが合併して成立した。行政上の主要な課題としては、クラーネンブルク、ブロベルゲン、オルデンドルフの中間に計画されている風力、エネルギーパークの建設がある。この町の議会は旧議席からなる。クラーネンブルクと、ブロベルゲンが合併して、以後の町長は、以下の通り、 この町の紋章は、1983年6月2日に、軍の認可を得た。図柄、左右に分割。向かって、左はさらに上下に分割。左上は銀字に3つの青い三角図形。左下は、強壁型の分割線で赤と銀に、左右に分割。向かって、右は、緑地で、斜めに、銀の名みたいが描かれている。12世紀にこの地を治めたが、 現在は断絶した貴族家ブロベルゲン家と現在はヘキトハウゼンに暮らす貴族家マルシャルク家の紋章がこの新しい紋章の原型となった。現在の紋章の向かって左下がブロベルゲン家、左上がマルシャルク家の紋章に由来する部分である。向かって右の緑地はこの町がオステ川の湿地帯に位置することを示す。波帯はかつての 両貴族家の本拠地が現在のクラーネンブルク、ブロベルゲンにあたるオステ川の両岸にあったことを示している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。